皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。実は最近、娘がピアスデビューをしました。スペインでは小さい頃から女の子がピアスをつけるという文化があります。それで娘たちもすっかりスペインの文化に染まったわけなんですが、実は日本ではほとんどの学校でピアスは NG なんですね。なので日本に夏休みに帰った時、 何と言われるかちょっとドキドキしています。ということで今回は日本の独特な校則についてお話ししようと思っています。校則というのは学校のルールのことです。今日は大きく分けて5つお話しします。まず最初に髪型、服装のルール。次に学校への持ち物のルール。3つ目に教室内でのルール。 4つ目は放課後のルール。そして最後に面白い変わった校則についてお話しします。ちなみにこれからお話しする学校のルールについて日本人の8割の学生さんがおかしいとかなんでそんな校則があるのというふうに疑問に思っているようです。皆さんの国での校則についてもすごく興味がありますので ぜひコメント欄で書いて教えてください。そしてこのお話を聞いて面白いなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。それでは、レッツゴーまず最初に髪型、服装のルールについてたくさんご紹介します。まずはそうですね、スカートの長さについての拘束が多い学校がたくさんありますね。例えば、膝丈。 膝丈の丈というのは長さを表す言葉です。なので、膝と同じぐらいの長さという意味です。膝丈という高速の学校もありますし、膝下、膝よりも下の長さじゃないとダメという学校もあるし、あとは膝上何センチと決められている学校もあります。そこまで細かく決めなくてもいいのにと思うんですけど、ちなみに、 私の通っていた中学校、高校は膝下という校則でしたあ。守ってる人もたくさんいましたけど、大体はあまり守ってなかったんじゃないかなと思います。ただ、中学校の時は厳しい先生がいて、いつも長い物差しを持って女子のスカートの長さを測るんですよ。 でも今ではそれってセクハラって言われるので、ちょっともうないと思うんですけどね。昔はそういったこともありました。でもね、スペインではスカート丈がすごく短いんですよ、みんな。<laughs> だから日本と違うなと思っていつも見ています。制服がない地域も日本にもありますし、世界中にもありますから、そのスカートのルールというのはないかもしれないんですけど、皆さんの国ではどうですか アクセサリーを禁止している学校も多いです。例えば、ピアスもダメ、ネックレスもダメ、ブレスレットもダメというところがほとんどじゃないかなと思います。あとは、髪の毛のゴムも何か飾りがついていたり、色が派手だったりすると注意されることが多いです。黒とか茶色とか紺とか、そういった地味な色のゴムをつけてくるように言われる学校が多いと思います。 髪型についてたくさんルールがある学校も多いです。例えば、前髪が眉毛よりも下で、目が隠れている状態。こんな感じです。こういう時は、前髪を切るように言われることが多いです。これはなんとなく理由はわかりますね。目が隠れてしまうと、見えづらくて勉強に集中できないですもんね。なので、これはまあ理解できるかなとは思います。 あとは、小学校、中学校に多いんですが、眉毛を剃ったらダメという学校もたくさんあります。これは実際に私の小学校、中学校もそうでした。でも、そのぐらいの年齢、だいたい13歳から15歳の子たちって、眉毛とか髪型とか一番気になる年齢ですよね。だから、眉毛を剃ったらダメと言われると、 それを無視して剃ってしまいたくなるのはすごくよくわかります。実際に私も剃っていました。<laughs> まあよく考えると確かに眉毛を一旦抜いたり剃ったりしてしまうとその形をきれいにキープするためにまた処理をしないといけないですよね。その処理の時間がもったいないっていうふうに先生たちは思ってるからそういうルールがあるのかなっていうふうには思っています。 言っていいいまますす。が、それでもも、ね、眉毛剃りりたいっていう気持ちわかります例えば、男の子の間で人気のツーブロックという髪型。これがダメという学校が多いです。昔は中学生になるとみんな丸刈り、坊主にしないといけないという校則がある学校も多かったです。特に田舎の方なんですけど、私の中学校でもそうでした。 中にはその坊主にするのが嫌だという人ももちろんいるんですよね。私の友達が実際にそうでした。それで坊主にしないといけないという拘束をなくすために署名活動もしていました。今ではジェンダーレス化の社会になってきていて、男の人は坊主にしないといけないというような概念はなくなっています。まあでも、今でも野球部、 は、坊主にしている学校がすごく多いですね。それと、髪を染める、パーマをかけるというのもダメという学校が多いです。こういうふうに髪型や服装のルールが多い理由は、勉強に集中できなくなるからと言われています。この年頃って、周りのお友達のことがすごく気になってしまう年齢ですよね。例えば、あの子可愛い,いイヤリングしてるなとか。 あの人かっこいい髪型だなとか、自分はどうしようかな自分はかっこよく見えてるかなっていうふうに気になっちゃうわけですよね。そうなるとついつい髪の毛を触ってしまったり、髪型を鏡でチェックしてしまったり、勉強以外のことを考える時間が増えてしまうわけですよね。だから学校が勉強に集中できるように服装や髪型のルールを作っているというふうに言われていますね。 ただ、そうすると、個性がなくなってしまうというような賛否両論の意見もたくさんあります。皆さんはどう思いますか二つ目にお話しするのは、持ち物のルールについてです。皆さん、日本の小学校では、シャープペンシルが禁止されているってご存知でしたかほとんどの学校では、鉛筆、しかも 2B の濃さの指定がある学校が多いです。 ほとんどの場合はシャーペンを使えるようになるのは中学校に入ってからですね。小学校の時にシャーペンを使えないのはなんでかということなんですが、それは小学生のうちは筆圧をしっかり身につけないといけないからということらしいです。筆圧というのは字を書く時の力を入れる加減のことです。それが強い方がいいんですよね。強い方が濃くて、 綺麗なバランスの整った字が書けるようになると言われています。ですので、鉛筆の方が力を入れても簡単には折れないですよね。シャーペンは力を入れるとポキッと簡単に芯が折れてしまいますが、鉛筆だと強いので、力を入れて書けるように、小学生のうちは鉛筆を使って書くというふうにルールがあります。あとは、筆箱は無字のものにしようという指定がある学校も多いです。 無地というのは何も絵が載っていないシンプルなデザインのことです。私も去年娘が小学1年生になったんですが、その時の入学説明会の時に先生に実際にキャラクターが描いてる筆箱はやめてくださいというふうに言われました。キャラクターの筆箱がダメな理由はさっきの服装の理由と似ていて、キャラクターにばっかり目がいてしまって、 勉強に集中できないからと言われています。例えば、あの子はピカチュウの筆箱だ、めっちゃいいなとか、あの子は隅っこ暮らしの筆箱だ、かわいい、欲しいって、そういう風になってしまうからという風に言われてるんですよね。今時はキャラクターの絵がついていない筆箱を探す方が大変なんですけどね。なかなか無地の筆箱はないんですよね。 あとは、携帯電話、ゲーム機、漫画、キーホルダーなど、学校の勉強に関係ないものは持ってきてはダメですというルールもあります。これは世界的にも共通しているのかなとは思いますが、キーホルダーに関してはすごく日本は厳しいと思います。キーホルダーは小さいもので、かつ1個か2個までという決まりがあります。 私の子供たちの保育園、小学校も同じでしたね。2個までという決まりがありました。スペインの学校では大きなキーホルダーとか、たくさんのキーホルダーをつけている子たちがたくさんいるので、全然日本とは違うなと思っています。皆さんの国ではどうですかあとはおやつなどの食べ物を学校に持っていくこともダメです。 日本の学校で何か食べられるとしたらもう給食の時間ぐらいしかないですね。子供たちが今通っているスペインの学校ではスナックタイムがあります。おやつの時間です。その時間のために家からフルーツやサンドイッチ、お菓子を持って行きます。それが日本と海外との全然違うところだなと思っています。三つ目は教室でのルールです。 置き弁というのが禁止されています。置き弁というのは何かというと、学校に教科書やノート、筆記用具などを全部置いたままにしておくことです。日本では今言った教科書、ノート、筆記用具、全部お家に持って帰らないといけないんですね。なので基本的にロッカーや机の引き出しの中は空っぽにした状態で帰らないといけません。 それとこれは大きい学校での話なんですが、廊下を歩くときに右側通行で歩くというルールがある学校もあるらしいです。実はこのお話は夫のお母さんから聞きました。夫のお母さんはもともと小学校の先生で大きな学校で働いていたことがあるんですね。それでお母さんが言うには廊下に矢印が書かれていて、その矢印の方向に 向かって歩くルールがあったらしいんですね。こっちから向こうに進む人はこの方向に。向こうから来る人はこの方向に。そうすると、たくさん生徒がいてもぶつからないで済みますよね。そういうふうに安全を考慮して、決まった方向に歩くというルールを設定している学校もあったらしいです。あとはそうですね、靴の種類もたくさんあります。例えば、外履き。 外履きというのはお家から学校に行くまでの間とか校庭で遊ぶ時に履く靴です。要は外で履く靴です。上履きという種類の靴もあります。上履きというのは教室などの室内で履く専用の靴のことです。外履きと上履きと使い分けることで中の教室がきれいに保たれますよね。外履きのまま中に入ってしまうと外の 砂とか泥の汚れが教室に入ってしまうので、中に入るときは必ず上履きに履き替えて教室に入るっていうルールがあります。あとは体育館シューズといって体育館専用の靴を使用している学校も多いです。ほとんどの学校がそうじゃないかな。私も小学校、中学校、高校とずっと体育館シューズもありました。四つ目は放課後のルールについてです。 放課後というのは学校が終わった後の時間のことです。学校や学年によっても違うんですけど、大体いい日本の小学生は2時半とか3時に学校が終わって家に帰ることが多いです。帰ったらまずは宿題をします。それからあちこち友達の家に行ったり公園に行ったりして遊びます。 大体の門限は18時、午後6時ということが多いですね。門限というのはお家に帰らないといけない時間のことです。高校生ぐらいになると大体そうですね、21時、夜の9時ぐらいが門限なんじゃないかなと思います。これも家庭によって違うと思うんですが、ちなみに私は高校生の時は下宿をしていました。下宿というのは 誰かのお家のお部屋を一つ借りてそこに住むことです。同じ下宿に同い年ぐらいのお友達が6人住んでいて、そのお友達と夜こっそり下宿から抜け出してファミレスに行ったりした思い出もあります。でもだいたい下宿のおばちゃんには21時、夜の9時までには帰ってくるようには言われていましたね。 さっき小学校が終わった後、お家に帰って宿題してから遊びに出かけると言ったんですが、それは大体10歳以降、小学校4年生以降の話になります。それよりも下の年齢の子たちは、学童というサービスを利用することが多いです。学童でも同じように宿題をしたり、おやつを食べたり、遊んだりします。そしてお母さんお父さんが仕事が終わってお迎えに来るのを待ちます。 4年生以降、年齢で言うと、10歳以降になると、学童を辞めて、自分で鍵を持つようになります。それで学校が終わった後、自分で鍵を開けて、お家に帰って、遊びに行く準備をしたり、宿題をしたり、自分のことを自分でやります。なので、お父さん、お母さんがお家にいなくても、何でも自分で、お家でやってしまいます。あとは、高校のルールで多いのが、バイトをしたらダメというルールです。 高校生になると、あちこち遊びに行く。例えば、カラオケに行くとか、プリクラを撮るとか、クレープを食べに行くとか、あとは好きなファッションをするために服を買うとか、たくさんのやりたいことが増えますよね。そういった時にやっぱりお金が必要でバイトをしたいという人が多いんですよ。でも学校によっては、勉強に集中するためにバイトはしないでくださいというところも多いです。5つ目。 変な校則。笑っちゃうような変な校則もあるので、紹介させてください。まずは、ポニーテール禁止という校則です。これは一時期話題になったものなんですが、ポニーテールをすると、女子生徒の首が出ますよね。ここの部分をうなじって言うんですが、うなじを見ると、男の子の学生が、 欲上するからダメというルールらしいんですね。欲上するというのは、言い換えると、ムラムラするということなんですけど、どうですかねポニーテールをするとムラムラしますかね人によると思うんですけど、それを高速にしているっていうのって本当に変だなと思います。日本ってね、変ですよね。<laughs> でも、下着の色が白じゃないとダメっていうルールが中にはあるんですけど、 それは確かにな、透けてしまった時に赤とかピンクとか派手な色だと目立っちゃいますからね。それはまあ理解できる気はしますけど、ポニーテールな、ちょっとよくわからないです。<laughs> そして宝くじ禁止。 という拘束がある学校も中にはあったみたいです。宝くじ禁止か、わざわざ書くほどのね、ことじゃないかなと思うんですけど、<laughs> まあ、ギャンブルはやめましょうということじゃないかなと思います。あとは、登下校中、流氷に乗ってはいけないというルールもあったらしいですね。これはきっと、北海道の学校の拘束かなと思うんですが、 流氷というのは海の上に大きな氷が浮かんで流れていっているものです。北海道の北の方になるとすごく寒いのでその現象が冬になると見られるんですよね。なので流氷に乗ったらもしかしたら割れて海に落ちちゃうかもしれないですし危険ですよね。そういったことはやめましょうという高速だと思います。はい、面白いですよね。まあ、地域による 高速の違いといえば、私の地元の高速でも面白いのがあります。私の地元には闘牛の文化があります。スペインの闘牛とは違って、私の地元の闘牛は牛対牛の対決をするものです。その牛対牛の対決をするときに、牛の横で牛に大きな掛け声をかけるセコという人がいるんですね。 頑張,れ頑張れ、頑張れもっと行けもっと行けみたいな感じで牛を励ます役なんですけど、そのセコという役割をやったらダメだという校則が中学校にありました。実際に私が持っていた生徒手帳にも書かれていました。今日は日本のあちこちで共通してある学校のルールや実際に私が経験したことがあるルール。 そして聞いたことがあるルールなどたくさんご紹介しました。地域によってや学校によっても本当に様々なルールがありますが、皆さんは日本のルール厳しすぎると思いますかそれともこれは必要なことだと思いますか皆さんの国の学校でのルールも合わせてぜひ教えてくださいね。他の動画では海外で驚かれる日本人の仕草10選や 日本人のマナーがいいのはなぜかなどについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。